今日のコメント、サブタイ変わったらオープニング変わるかな。オープニングはまだ変わらないんじゃないかな。映像はちょっと変わりそうだけどね。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回はエクスプローラーズの手持ちが判明した件について話していきたいと思います。では関係ないけど、スイカゲームってやつめちゃくちゃ面白いです。ハルカット君ずっとやってたね。というわけでこの最後まで聞いててください。ハルカットメンバーシップ作りました。メンバー限定のスタンプや限定配信も行うので、よかったら入ってね。特別な歌ってみたも投稿しているよ。エクスプローラーズの手持ちポケモンが判明。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、二人はライジングボルテッカーという組織の仲間に加わり旅に出ています。対する敵の組織の名前がエクスプローラーズで、目的はまだ不明ですが、現在様々な手を使ってリコのペンダントを奪おうとしてきます。そんなエクスプローラーズはボスと幹部、部下、そして羊がいることが判明しているんですが、公開された最新映像にてそれぞれの手持ちポケモンが判明したので見ていきたいと思います。まずはサンゴ。サンゴはエクスプローラーズの幹部で、メスガキ設定プラス大谷育也さんのボイスということで、1回しか登場してないのにかかわらず大人気になっている女性です。サンゴの手持ちはその見た目から生拳は絶対いるのではと言われていたんですが、今回出てきたのはちょっと見にくいんですが、特徴的な角、そして模様から鬼氷だと思います。サンゴの見た目的に可愛い系のポケモンを使うと思いきや、結構いかついポケモンですよね。登場時には上に乗って登場してきます。誰と対戦するのかも気になっていて、個人的にはピカチュウとサンゴの掛け合いも見てみたいなと思うんですが、やはりペンダントを奪おうとしているならリコとのバトルになるのかなと思います。あとは他にも手持ちはいると思うので楽しみです。てかセリフの鬼受けるんですけどって言ったのは伏線だったんですかね。次はオニキス。オニキスはエクスプローラーズの幹部で、ガタイのいい男性です。オニキスの手持ちは名前から予想するとマニューラ、ニューラとかかなと思っていたんですが、出てきたのは巨獣オンでした。見た目で合っているのは髪の毛ぐらいですが、オニキスの立ち方というかフォルムは巨獣オンに似ています。巨人王はゲームのランクマッチでも使われたりするポケモンなので、バトルするなら手強そうですよね。みんな塩漬けされてしまいそう。どうなるでしょうか。サンゴ同様他のポケモンも気になります。次はハンベル。ハンベルはエクスプローラーズの羊です。ボスと幹部の間を取り持つ大事な人物なんですが、新映像ではなんとポケモンを出していました。ヨノワールですね。ハンベルはアジトから動かないと思っていたんですが、リコのおばあちゃんダイアナの前に現れていました。探しましたよと言っていることから、昔この二人は何かしら関わったことは事実ですよね。他にも元々ペンダントはエクスプローラーズのボスギベオンの元にあって、それをダイアナが見つけ、イニシエの冒険者のことをいろいろ知り逃げ去った。だからエクスプローラーズはペンダントを奪い返そうとしていて、やっとダイアナを見つけたからこそこの探しましたよダイアナという発言をしたのかなと思いました。まあこれは予想でしかないですけどね。ハンベルの見た目的にダイアナと同世代ぐらいなので、何かしら昔の関係はありそうです。であと手持ちが一体も分かっていないのはアゲードだけですね。みんなはエクスプローラーズは他にどんなポケモンを手持ちにしていると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでエクスプローラーズの手持ちが判明した件についてでした。ちょっとポコしたらチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。